よし、今日も作っていこう。ういっす。作っていきまーす。久々のまた、垂れ流しね、作ってる最中の。あ、やべえ、そうだ、画面録画しよう、今日は。どうしよっかなー。これ画質悪いかなー。いっか、フル HD でやってみようか。さて、ちょっとネタはね、思いついたんだよね。皆さんね、覚えてるかどうか、ちょっとわかんないけど、最近よく作ってる心配シリーズのなんか派生形みたいなの昔作ったじゃないですか。スキーってやつ。ガソリンの匂い、スキーってやつ。あれのね、第2弾作ろうと思ってて。あ、でも、どうしよっかな。メロディー自体は心配と同じにして、で、語尾だけをスキーにしてみようかな。スキー。ガソリンの匂い、好き。犬の頭の匂い。どうしよっかな。好き。どうしよっかな。心配の方のリズムで、好きにしようかな。好き。そうしますか。じゃあ。スキーシリーズで。で、例のごとく、最後は下ネタで、下ネタを言いそうになって爆発するっていう、やつね。ですです。で、まず、そのスキーを、4種類考えないといけないので、で、今日はね、音シリーズで行こうと思う。音シリーズ。一個思いついたのが、ハイヒールの音。ハイヒールの音俺、なんか好き。つい聞いちゃう。なんか YouTube とかでハイヒールの音みたいなのあるけど、つい聞いてしまう。いいよね。ハイヒールの音、好きでしょ？他にもいろんな好きな、自分の好きな音。今から考える。考えてなかった。ハイヒール以外考えてなかった。なんだろうな、好きな音。あ、あれだ。駐車場の砂利の音。駐車場の、待って、長いな。タイヤが砂利を踏む音。伝わるかな？ あ、砂利道のタイヤの音。砂利道。砂利道の、砂利道の車の音。伝わるかな？砂利道の砂利。砂利。車が砂利を踏む音。車が、砂利道の、タイヤが砂利を踏む音。タイヤ。砂利道の こんなところでね。こういうね、ところでね、俺結構つまずいちゃうんだよね。つまずくっつうか。ちょっと考えてしまうんだよね。砂利道の車。そう、結構こうやってね、考える。なんか、なるべく短いフレーズじゃないと、その歌にまとめられないから。そうそうそう。長ったらしく説明するとね、そのメロディーとリズとかリズムに合わなくなっちゃうからね。そうなんですよ。キューベース。どうしようかな。砂利道の音。砂利道のタイヤの音。あ、それで多分伝わるな。砂利道のタイヤの音。好き。音、他になんか好きな音あるかな。好きな音、待って、思い出そう。どんな音が好き？どんな音が好き？赤い色が好き。違うね。暑い。よいしょ。暑い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 。天気の子。音。
音ね。水の音。川。チャポンって音好きだな、チャポン。門松。門松の音も好きだな。音ね、音考えよう、音。音。なんかこんな感じで超グダグダだからさ、なんかその、俺と同じ部屋にいて、で、そのなんか一緒になんかダラダラ過ごしてるみたいなのを疑似体験してもらうみたいな、そういう趣旨の動画っていうか、そういうつもりでいてください。お願いします。ね、ダラダラと、なんか、お兄ちゃんとダラダラ過ごしてますみたいな雰囲気を楽しんで。れば何言ってんだろうね 音。なんだろう、何の音 小川の音。ああ、ベタだな。なんかもうちょっとマニアックなのにした方がなんか面白いかもな。ベタですね。マニアックな、なんか。考えよう、思い出そう。まあちょっとね、想像してる、頭の中でいろんなシチュエーションを想像してるよ。アル中カラ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 、カラカラ、氷をかき混ぜる音、アイスコーヒーの音、いや 冷たいドリンクの音、コールドドリンク、音。チェイス、カーチェイス。思いつかん。ベタなので、いくか、ベタなので。お顔の音。ダメだ、時間がもったいない。好き、お顔の音、好き、砂利道のタイヤの音、好き、ハイヒールの音、好き、あと1個だ。あと1個。どうなんでしょう、あと1個。1つぐらいなんかさ、ちょっとマニアック、なんかちょっと面白い、変わってるやつがいいよな。音。また思考してる、思考は現実化する、紙袋、なんかさ、ちょっとこう丈夫なやつ、丈夫なさ、プラスチ、プラ、プラの袋の匂い俺好きだな。なんて言えばいいんだろう。なんかジャリジャリ、ジャラジャラ言う袋じゃなくて、なんかもうちょっとパリパリ言う袋の音。伝わるかな。もうちょっとなんかパリパリ言う袋の音好き。
なんかちょっとビヨン、なんかこう引っ張ったらビヨンって伸びるタイプのなんか袋あんじゃん。あれ好きだな。でもそれをうまく短く表現する言葉が見つからない。なんだろう、あの袋、白くて 白くてパリパリなる袋。こうやって動かすと、なんか、表現が見つからんな。デパートの袋じゃな、多分わかんないよな。伝わらないよね。ちょっとアバウトすぎて。デパートの袋の音、ああ、これ紙袋も入っちゃってるしな。うん。それに多分今はね、結構エコが進んでる、エコをしましょう、エコ活動しましょうが進んでるから、多分昔みたいな、ちょっとこう丈夫な袋の音は多分聞きにくいよね。そんなに聞かない。ポリ袋じゃないんだよな。なんて言えばいいんでしょうね。ダメだ。これ却下ですね。却下だ。却下両覧。ピンピピンピピーン。小川の音好き、砂利道の大変音好き、ハイヒールの音好き。あと何？何がある？何がある？缶の音、缶の音。じゃらじゃら、じゃらじゃら。石、石、小石。ちゃんだよ。この部分カットしようかな。あまりにグダグダすぎて、ほら、グダグダで12分経ってる。やば。音ね、なんか音ある？いい音。じゃん。あ、タイピングの音俺好きだ。まさにこの音。タイピングの音好き。これでいくか。これでいくか。オチが音じゃねえんだよな。オチがな、まあいっか。まあいっか。自分で決めたしな、これでいこうって、今日は。砂利道のタイヤの音、好き、ハイヒールの音、好き、タイピングの音、好き、X。ネタバレしちゃう。じゃあ待って、レコーディングするか。 すぐにできるな、今回は。昨日あの心配シリーズ作ったばっかだったから、そのままあの
そのデータが残ってるので、じゃあ早速やるか。あ、そうだ、じゃーん、じゃんじゃじゃーん、これマイクにねかぶせるスポンジがついに来ました。マイクちゃんがね新しい装備品、スポンジを手に入れた。これで多分ね、こうやって口密着させて声出しても多分大丈夫。うん。その、吹かれノイズってやつがなくなる。ハ行とパ行がね、どうしてもね、なんか変な声になっちゃうんだよね。それをどうしても防止させたくて。では、やりましょう。なんか昔のなんかバラエティ番組、歌番組とかのマイクって確かこんな風な、ここはクソデカだったような気がするな。さて、じゃあやりますか。じゃあこれを聞いてる人はね、多分ネタバレになっちゃうけど、まあ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 先取りっていう感じでやりますか。よし、じゃあベースからやろうかな。バスから。小川の音、スキー。砂利道のタイヤの音、スキー。ハイヒールの音、スキー。タイピングの音、スキー。 XB。意味わかんねえな、これ。ああ、音質いいじゃん。よし。小川の音、スキー。砂利道のタイヤの音、スキー。ハイヒールの音、スキー。タイピングの音、スキー。XB。はい、はい、次、バリトン。小川の音、スキー。砂利道のタイヤの音、スキー。ハイヒールの音、スキー。タイピングの音、スキー。XB。小川の音、スキー。砂利道のタイヤの音、スキー。ハイヒールの音、スキー。タイピングの音、スキー。 XB。 はい。で、テノールはちょっと声高いので、まずはウォーミングアップ、他のパートでウォーミングアップをしましょう。小川の音、スキー。砂利道のタイヤの音、スキー。ハイヒールの音、スキー。タイピングの音、スキー。 XB。 小川の音、スキー。砂利道のタイヤの音、スキー。ハイヒールの音、スキー。タイピングの音、スキー。 XB。 吹かれノイズゼロになったわけじゃないけど、まあかなり軽減されてる、いいんじゃないでしょうか。じゃあソプラノ。小川の音、スキー。砂利道のタイヤの音、スキー。ハイヒールの音、スキー。タイピングの音、スキー。 XB。 XB、 B がやたら高いな。小川の音、スキー。砂利道のタイヤの音、スキー。ハイヒールの音、スキー。タイピングの音、スキー。 XB。 一旦セーブして、
よし。OK。じゃあ、テノール。出るかな？お、川の音！スキー！砂利道のタイヤの音！スキー！ハイヒールの音！スキー！タイピングの音！スキー！XB！小川の音スキー砂利道のタイヤの音スキーハイヒールの音スキータイピングの音スキー XB これで終わりかな。よし、レコーディング終わっぴ。もうこれね、ピッチ修正多分必要ないんだと思うんだよね。よいしょ。聞いてみますね。よいしょ。こんな感じにこんな感じになりました。っていうのを。はい。小川の音、スキー。砂利道のタイヤの音、スキー。ハイヒールの音、スキー。タイピングの音、スキー。XB。うん。OK。で、今回は、この XB、B まで行って爆発させようと思います。これ以上行ったらね、多分余裕でアウトなんで、ここが限界かな、つうところで、爆発させまーす。出力して、小川の音でか、適当、タイトルは適当。ふぅ、ちゃっちゃ、ちゃっちゃ、あー、ちょっと熱い。うん、熱い。暑いですね。うん。うん、でも俺夏の方が好き。小川の音は、スキー。砂利道のタイヤの音は、スキー。ハイヒールの音は、スキー。タイピングの音は、スキー。XB。熱い。動く。動くと熱いのになんで動くんだよ、俺。もういいんじゃないですか、これで。はい。あとは、動画にして終わり。どうしようかな、ちょっと待って。動画にするときはちょっとね、どうしよう、撮影するときも、とこも映そうかな。一応撮れんことはないか。ちょっと。でも、反対向いちゃうんだよな。どうしよう、たまにはじゃあ、反対向いちゃうから、面白くないよな。どうしよう、どうしよう。今日はちょっと違う角度で撮影してみようか。あ、たまにはこっち向きで撮るっていうのもあるかもな。こうやってね、こういうね、こういう道具があるんですよ。これ、100均で買ったやつ。よいしょ。で、俺の持ってる機材の中で一番あの、カメラの性能がいい、このスマホちゃんで、スマホくんで、どっちだよ、ちゃんなのかくんなのか、このスマホちゃんを使います。ねえ、スマホが一番画質がいいっていうね。あ、ちなみにこれ今撮ってるやつはタブレットです。タブレット、あの、500万画素かな？ 500 万画素のタブレットくんですね。まあ、そんなにこう画質にこだわらなくていい撮影の時に使う。今みたいなこう、生、あの、風景撮るぐらいのやつだったら、これでいいかな、みたいな。ね。ああ、やっぱりでも逆光だな。逆光だ。ああ、どうしよっかな。よいしょ。少し、撮影してるとこ映したいから、少しこうやって。ね。わあ。どうしよっかな。もうちょっと上げるか。よいしょ。まあまあ悪かねえけど。あ、そっか。で、これを持ってくればいいんだ。ちょっとすみませんね。リングライトをこっち持ってきて、よいしょ。え、だけど、いける？支えられる？大丈夫？あー、ちょっと無理かも。無理ピかもしんない。よいしょ。あ、いけるかも。あ、いきそう。あ、でもこれ動いちゃうかな。あ、やっぱリングライトあるとだいぶ違うわ。あ、で、ちょっと着替えます。
どうしようかな。いいよ。上だけ上だけ着替えるっていう。でなぜかね、なぜかたまに俺こういうさワイシャツを着るっていう、まあ合唱だからね、一応合唱という名目でやってるから、なんか合唱するときって言ったらこういうきちんとした格好じゃん。ボタンが閉められない、ちょっと不器用、ボタンが閉められない、もう嫌、ほんと嫌。はあ、よいしょ。で、待って待って、ちゃんと映して、はい。よいしょ。でですよ。ちょっと待って。撮影するときはこのね、ちゃんと動画の、じゃねえや、音声、リズムに合わせてやんなきゃいけないから。TikTok もそうだよね。その音源。音源のリズムに合わ、テンポ、音源のテンポに合わせて踊らなきゃいけないからね。よいしょ。じゃん、たまにはメガネしようかなみたいな。ああ加工しないとね、だいぶ顔が汚いですね。よいしょ。じゃあたまにはですよ、ああちょちょちょで、あの、なんだっけ、2分の1、0.5 倍速で撮ります。XD! こうして、こうして、あ、ちょちょちょ。違う。おなら、うちうち。これで OK。で、あとは、もうね、このさ、心配シリーズ撮るときさ、毎回振り付けアドリブなんだよね。もうその場で適当に手動かすだけっていう。どうしようかな。小川の音、好き。まあ、いや、ちょっと聞いてみよう。適当に考えるわ。小川の音は、好き。砂利道のタイヤの音は、好き。ハイヒールの音は、好き。小川って手でどうやって表現しよう。砂利道のタイヤの音。砂利道のタイヤの音。ハイヒールの音。ハイヒールの音。あ、これいいね。で、タイピングの音。XB。よいしょ。じゃあ、撮りまーす。小川の音は、スキー。砂利道のタイヤの音は、スキー。ハイヒールの音は、スキー。タイピングの音は、撮ります。スキー。XB。小川の音は、あ、ミスった。遅れた。タイピングの音は、スキー。XB。小川の音は、砂利道のタイヤの音は好き、ハイヒールの音は好き、タイピングの音は好き、 XB。 あ、ちょっとミスったかも。これを撮るタイミングが遅かったかもな。セミ、え、来て、え、こういう顔したい。ちょっと待って。あ、ちょっと待って。もう一回やる、もう一回やる。スキー、XB、小川の音は、スキー、砂利道のタイヤの音、スキー、ハイヒールの音は、タイピングの音、スキー。
よし、これでいいでしょ。これでいいでしょ。キモ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 。そろそろなんか、キモくて、そろそろ。キモいね。そろそろな。キモくて、すいません。とりあえず、撮影できたんで、はい。うん、すごい。これ、ちょっと、撮影できました。どうしようかな。動画作るとこまでいけるかな、これ。映ってるかもな。よいしょ。撮れました。暗すぎ。逆光すぎ。で、動画撮れました。で、これを、パソコンと接続します。よっこいしょ。接続すると、こういう音が鳴ります。ファイルを転送します。パソコンに。ファイルをパソコンに転送します。暑いからちょっともう、また脱ぎます。着替えます。メガネ取ります。俺普段ラガン。よいしょ。ラガン、ラガン、ラガン。グレン、ラガンだよ、よ、よ。グレン、ラガン、だったった。だったた、だったた、だったった。もうこれうざい。もう本当にもうこんな感じでいつもグダグダやっております。はい、師走です。チャンネル登録者、あ、そう、チャンネル登録者数2000人ありがとうございます。いやー本当にね、なんかだんだんねこう増え方が早くなってる。うん、本当に嬉しい。でも収益化ね、まだなんですよ。もう少しなんですよ、収益化。よろしくお願いします。あ、これか。もう少しなんすよ。ねえ。いやー、やっとここまで来た。俺の場合は、ほんと、1年3ヶ月か。うん。多分ね、今月中に、収益化の条件を達成して、申請、お願いします。収益化お願いしますっていう申請ができると思うんですよ。で、ね、1年と3ヶ月かかったね。うん。長い長い。割と長い方だと思うね。長い方つか、割と時間かかっちゃってる方だと思う。なんかこう、いざこう自分がさ、当事者っていうか、そういうこう YouTube、YouTuber としてやってくって当事者になった時にさ、果たして自分はどういう風にこう、どういうペースで物事が進むんだろう、順調に進むんだろうって思ってたけど、うん、割と手こずってる。いやー、ねえ、もう少しですよ。もう少しでこう自分の望んでる生活が、人生が手に入るっていうか、ほんとほんと、我ながらね、自分自身の行動の結果っていうのをつくづく感じておりますね。さてさて、あ、ちなみに今その、このパソコン編集してる画面もしっかりと録画しているんで、きっとその一緒に見れると思います。俺が今この下でどういう作業をしてるかっていうのが見れると思います。めーす。いひーん。今ちょっと音声だけしか見せれないけど、見せれないですか、聞かせられないけど。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。合わせなきゃいけないから。さあ、ここからがね、その、ショート動画を作る。ショート動画用に編集してまーす。小川の音は、うん。小川の音は、好き。砂利道のタイヤの音は、好き。ハイヒールの音は、好き。タイピングの音は、好き。XB。あー、これ、実際に音素材あるかな？俺の動画編集ソフトに素材があったら一緒に鳴らしたいな。ね、せっかくだからね。あるかな？なんかあんまりさ、その人様のサイトから引っ張っておきたくないんだよね。なんか著作権的に問題ありそうだし。XB！ 著作権的に問題ありそうだから、なるべく自分がこう、有料で払ってる動画ソフトを使いたい。動画ソフトの素材を使いたい。で、一旦セーブして、川。じゃあ、探そう。リバーの音ありますか？リーバー、リーバー。
あ、なくないこれ。あ、情けだ。最初から死んだ。死んだわ。あ、ないわ。ダメじゃん。じゃあ、水は水。water。water。in the water。これ、川の音じゃないよね、これ。川の音じゃない。違う違う違う。こういう音じゃない。スプラッシュ。ウォータードロップ。波？あ、くしゃみが。ウォータームーブメントラピッツ。なんかち、俺の求めてる音じゃない。なんだこの音。ボイラークッキング。あー、これ料理だ。ダメだ。いいや。素材はいいや。小川の音が見つからないのなら、あ、そっか。ないもんな。小川の音、じゃあ小川の音だけなしにして。よいしょ。ないよね。小川の音なしにして、他の音、じゃあハイヒール、ハイヒール、あれ、小川の音スキー、砂利道のタイヤの音。ああ、そうか、砂利道のタイヤの音なんてなおさらないわ。じゃあいいや、ごめんなさい。はい、今回は却下で。じゃあ一応ハイヒールの音ないかなって探してみよう。ヒール、ヒールってこうだっけ。あ、これか。あった、すげえ、ハイヒールの音あった。じゃあタイピング。お、タイピングあった。あるある。違う。あるじゃない。まあいいや。まあいいや、今回は。で、小川の音。小川の音、好きって感じで。小川の音は、好き。今ちょっと字幕を入れてます。好き好き。砂利道のタイヤの音。砂利、砂利道のタイヤの音、いいんじゃない？砂利道のタイヤの音、スキー。うん。ここでタイミング合わせて、スキーで。ハイヒールの。うん、ハイヒールの音。最後ですよ。XB。 この顔やば。この顔やば。やば、顔がキモい。で、でですよ、最後に爆発音入れるんですよ。
れどこ、爆発音どこ、あれちょっと、これ爆発音は TikTok から引っ張ってきました。はい、よいしょ、これね。XB、 ああちょっと遅いな、ちょっと待ってすぐに爆発してほしいから XB、 ああまあいいかも。ちょっと音量デカめにするか。デカ枕の装置、枕がデカすぎる。 XB、 XB、 そう、うん、 OK で爆発音入れたら、ちょっと待って、 XB、 うーん、爆発音入れたら、あの最後に宇宙ですよ、宇宙のビッグバンの動画を、ビッグバンのあの動画素材を、 XB ですよ、宇宙、これね、いつも使ってるやつ。ちょっと色合いを変えようか、たまには。そしてで速度を上げます。どのぐらいがいいかな、7倍。どうしようかな、もうちょいか、こんぐらいか、よいしょ。ちょっと色合い変えよう。私はいいです。青っぽいのがいいかな。どうだろう。あ、なんか変。緑っぽい、黄色っぽい。あ、なんか変、なんか変、振り切っちゃう。これいいや適当で、最後に肌を加工して、どうしようかな、美肌にしよっかな。いや、やっぱこの場合はドリーミーがいいかな。あー、なんかな、ドリーミーにするとどうしても暗くなっちゃうんだよな。あ、来た。ノジャベス、ノジャベス、スペシャマ、ジャパ。どうしようかね。輝度、輝度を上げて。小川の音は、好き。あ、割といいね。アイヒールの音は、うん、意外といいね。よし、でエンコードしようかな。エンコード、今回はねマジで全部編集してる画面も見せるつもりでいるんで、よし、小川の音完成。完成ってちゃんとね、タイトルに入れないとね、見失っちゃうんでね、ファイル。どれだ、どれだ、どれがどれだかわかんねえみたいな。さて、エンコードちょっと時間かかるから、どうしよっかな。雑談するか、ここで終わりにするか。いやー、どうしよう、どうしよう。なんか話そう。話すか。いやー。日々いろいろ考えるよ。なんかどういうネタ作ると受けがいいのかなとかね、再生数どうしたら伸びるかなとか、いろいろ考えますね。うー、暑い暑い。ふか、ちょっと開けるか。なんか最近もう自分がすでにこう
いっぱいお金稼いで金持ちになったと想定して、金持ちになったつもりでどういう生活してんのかなって妄想するのがね、すごい楽しい。なんかいいところの物件に住んで、で思う存分声が出せる環境で、でなんかそのベランダからの景色も最高でみたいな。そう、地元、そう、なんか俺地元に住みたいからさ、地元のいい物件の、まあちょっとなんかこう標高高めか、もしくはそういうタワー系の物件に住みたくて、防音がしっかりしてて、そう、もうそうしちゃうよね。自分の地元のさ、地元の風景をこう、地元のなんかこう山が見えるとか、そういう景色をさ、こう毎日毎日こうやって眺めながら、こうやってベランダで眺めながら、なんかこうね、冷たいドリンク飲みながら、こうやって、ああめっちゃ憧れる。でも俺ならできそうな気がする。普通に実現しそうな気がするんだよね。あ、動画エンコード終わった。全然夢物語ではないと思ってるから、マジでね、実現してみせるんで楽しみにしておいてください。俺のサクセスストーリーをね、今こう、あのサクセスストーリーのまだ始まりの、ほんの始まりの段階でまあ実演、そういうね、俺がどんどんこう成り上がっていく様を実演してみせるんで、いや、ちょっと完成した動画を見ますね。よいしょ、ちょっと明るすぎるかな。小川の音は好き、チャイニチのタイヤの音は好き、ハイヒールの音は好き、タイピングの音は好き、XB。 あ、間違えた、ダメだこれ、ちょっと待って、一回、そう、漢字なのを忘れてた。この宇宙の映像だけ横長になっちゃってる。拡大しなきゃダメでしょ。あ、これ斜めにしたら面白そう。うんうんうん、悪かねえな。斜めにしたらこれ面白いかも。よいしょ、どうだろう。あぶちゃぱあぶちゃぱ。あー、どうだろう。ああ、まあまあいいんじゃない、これ意外といいかも、意外といいかも、良さげバギゲ、あ、意外と良さげバギゲだ。少しこうして、もう少しこう、ん、ちんたまげ、もうちょい、じゃあ戻そうか。よーし、いいんじゃないの、いいんじゃないの。キモいんだよ。よいしょ、ねねねねねね、もう一度やります、エンコード、エンコード、また雑談しなきゃいけないの。やべ、50分経つ。どうしよっかな。エンコード。もういっか。この辺で終わりっすか。もう50分なってるし。よし。はぁ、あ。またそのショート動画だけだとね、なかなか収益化に届かないから、今日は他にもなんか YouTube 限定の横向きの動画なんか作ろうと思います。あ、これそうだ。これが横向きの動画だ。これ上げて、で、まあ本当よければなんですけど、なんかこういう俺の長い動画たまに作ってるじゃないですか。垂れ流し動画。そういうのも、まあ横向きの動画をこう長く視聴していただけると、その動画の視聴時間にカウントされて、収益化に一歩近づくんですよ。だからそのこういう横向きの動画をいっぱい見ていただけると、もしくは垂れ流しとか作業用 BGM とかにしていただけると非常にありがたいです。こんなね、何の中身もない退屈な動画なんですけど、本当にね、再生してくれたら嬉しいです。そんな感じ。ねえ、収益化早くしてねって感じなんで、本当によろしくお願いします。もう普通にふざけですいません。はい、ではこの辺で失礼します。また会いましょう。動画で会いましょう。バイバイ。バイ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 。またね、またね、またね。またね、またね。